今回のバイオンの機構はインド太平洋地域の平和と安定に積極的に貢献するというドイツの強い決意を国際社会に広く示すものであり、自由で開かれたインド太平洋の維持強化を推進していく上で重要なタイミングポイントになったと考えます。